あ、そういえばね、あの楽屋の話さ、まだグダグダしたいんだけど、アクタンがさ、なんか本を持ってきてて、その本がなんての、なんか人生を楽しむコツみたいな、自己啓発本だよ、自己啓発本持ってきててさ、もうそれでさ笑うわけ、まずパーンみたいな、え、なにこれみたいな、暇だと思って本持ってきたんだって、見せてもらったわけ、その本を。ちょっとしおりが挟まってて、ちょうどこうまだここからここまで読んだんだなみたいな場所があって、パッてすぐ開けたが、パッて開いたの。そしたらなんかコミュ障の人の特徴みたいなこと書いてあって、キャー、え、何これみたいな、アクタン、そこになんか過剰書きで、人と目が合ったらすぐにそらしてしまうとか、なんかいっぱいコミュ障の特徴をバーっと書かれてるわけ。最後に気にしないでみたいな、あなたにはあなたの良さがある、励ましてんだか刺してんだかわかんねえみたいなこと書いてあって、もうその過剰書きにしてるところをこう読み上げて、うん、人と目が合わない、パッてアクタの方見て、そしたらアクタがすって目をそらして、おっおっおっおーって終わってる。めっちゃ面白くて、やめなさいよって。いや、でもさ、なんか、いっぱいね、いろいろ書いてあるのよ、ほんとに。いや、素敵な本でね、いいなと思って。幼稚園の楽屋の時に、アクタンとさ、スイカゲームしてたわけよ。え、ミコ、ミナとアクアを、え、待って、1日目をプラスしたら、4回任せてるわけ。快挙だよ。あんなにさ、ミコちゃんだってゲーム相手になんないじゃんみたいな、舐め腐ってたアクタンをさ、任した時のね、高揚感、ほんとに。ライブで、あの、みんなの声援受けた時並みにね、気持ちよすぎてやばかった。なんか勝てた、連続で。で、もうアクタンが、もう一回、もう一回やろう。いいよ。しょうがないの。これが最後だよ。で、ホブさんも横で見てて、あー、これ負けたな、うん、X 行きかな、いいよ、負けないもんとか言って、で、負けてで、負けて、うん、控室スイカゲーム大会3連敗して1勝したアクアさん、どうですか？あの、俺恥ずかしいよ。そうですね、さくらみこに3連敗ということで、アクア俺恥ずかしい。いやでも、いやでも勝ったんで、ただ一勝しましたね。そうです。あ、ルフーピッチャー、私よくわかんないです。ルフーピッチャー、山からは以上でした。やめろ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 。アクタンね、でもね、なんか自分から寄ってきてくれるようになったんだよ。すごいみこも嬉しいのよ、なんか歩み寄ってきてくれるところが、この3日間アクタンと距離が縮まった気がした、本当に。